今日で何回目だったかなレインのカウンセリングは時々幻覚らしいものは見るみたいだけどあまり進展はない幻覚を見たりするのは本人にとってとても辛いことなんだろうと思うけれど決して暗い性格の子ではないはずなのに学校で嫌な目にでもあってるのかしらでも母親が言うには 学校でのいじめはないって聞いてるしレインは学校の話題を出すと口数が減ってしまうし今度レインの学校の友達に様子を聞いた方がいいかもしれない私の小さい頃のいじめと今のいじめはかなり違うらしいし何とかしてあげたいのよレインでも レインのカウンセリングをした日ってなぜか気分が暗くなる私が暗くなっても仕方がないんだけどそんな時に限って高島教授につまらないことで文句は言われるしああ明日はお休みだし気分転換に街へ出よう。